2023年、北海道である事件が起きました。一人の男が元交際相手の女性に執着した結果、とんでもない事件を起こします。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる藤山浩二は、北海道の釧路市で介護士をしていました。過去に藤山が勤務していた職場の元上司によると、言葉遣いは丁寧で、利用者には優しく、受けは良かったそうです。そうして表面上は評判が良かった藤山ですが、3つの勤務先で解雇を言い渡されていたのです。なぜ解雇されていたのかというと、全て同じ理由によるものでした。何でも藤山は職場の同僚に好意を抱き、ストーカー行為をしていたそうなのです。これが原因で3つの勤務先から解雇されていたというわけです。ちなみに藤山のストーカー行為については3回とも警察が介入しており、3度の警告を受けていました。つまり藤山は警告を受けても反省しないという危険な習性を持ち合わせていたのです。そんな中、事件が起きる1年半前の2021年11月、あるイベントに参加しています。それは婚活パーティーだったそうです。そこで本件の被害者となってしまう A 子さんと出会いました。彼女は藤山よりも2つほど年上だったらしく、小学校の教師をしていたといいます。そして学校では中心となる先生だったようで、たくさんの児童から好かれていました。仕事に真面目な A 子さんは勉強熱心で、将来を期待されていたのです。とはいえ、 A 子さんは藤山が過去にストーカー行為をして勤務先を3回解雇になり、警察から3度警告を受けているなんて全く知らなかったことでしょう。二人はやがて交際を開始してしまったのです。そしてある時、藤山は異常な行動をしています。というのも、夜中に突然 A 子さんの実家を訪問し、 A 子さんの父親に対して次のように話してきたというのです。交際させていただいてるものです。部屋がゴミ屋敷ですよ。これを聞いた A 子さんの父親は、異様な人だと思いながらも、知らせてくれてありがとうと返したと言います。その後、藤山と A 子さんは交際を続けていくわけですが、2022年の7月頃から藤山がとんでもない行動をしていました。なんと A 子さんのクレジットカードを無断で使い、スマホゲームに課金を始めたというのです。最初は夜にお金を下ろすのが面倒くさかったという理由で、 A 子さんのカードを勝手に使用したといいます。この事実に A 子さんが気づくのはまだ先の話になります。さらに藤山は2022年の10月頃に A 子さんの自宅の鍵の写真を撮っていました。一体なぜ藤山がそんな写真を撮影したのかというと、恐ろしい目的のためだったのです。驚くべきことに、撮影した写真の鍵番号をもとに業者に頼んで合鍵を入手するというものだったのです。藤山は11月頃までに勝手に合鍵を作成して手に入れていました。また夏頃から始まった A 子さんのクレジットカードを利用したスマホの課金額はとんでもない額になっていたのです。なんとこの頃には20万円を超えていたというのです。そんな中、ついにスマホゲームに課金していたことが A 子さんに発覚してしまいます。これに気づいた A 子さんは2022年の11月末から12月の初めにかけて話し合いをすることにしました。話し合いといっても藤山と2人でするのではなく、藤山の母親も交えて3人で話し合いをしたようです。そこで藤山に対して月々2万7000円ずつ分割して合計25万3000円を弁済すると約束させました。当然の話ですが、2人の関係は破綻し、別れることになったのです。ただこんな状態になっても、 A 子さんは藤山の母親に対して、あなたとは友人でいたいと言ってくれたようで、連絡を取り合っていました。しかし藤山は予想外の行動をしていたのです。なんと2022年12月に別の人物 B さんに対するストーカー行為をしたとして警告を受けていたというのです。そうして根っからのストーカー気質だった藤山は、2023年の3月頃から A 子さんに対して LINE や電話などを頻繁にするようになります。これに A 子さんは大変迷惑していたようで、藤山の母親に迷惑していると連絡していました。
さらに知人に対してはストーカー行為が続いている、手にかけられたらどうしようと相談していたといいます。そして事件の1ヶ月前となる4月に入ると、藤山の様子がいつにも増しておかしくなっていきました。母親に対しては彼女のことが頭から離れない、家の前に車がないと不安になると話していたといいます。この発言に母親はもう忘れなさい、また逮捕されるよと注意したそうです。母親の発言から推測すると、藤山には逮捕歴があったのかもしれません。そんな中、英子さんはストーカー行為に恐怖を感じており、藤山との関係を完全に断ちたいと思いました。そのため、藤山の母親に完全に関係を断ちたいので、お母さんが返済してくれないかと連絡しています。これを聞いた母親が藤山に伝えると、なんで母さんが返すんだ、9万円は払えないと言って4万円だけ渡されたそうです。そうして身勝手にも怒り出した藤山ですが、2023年4月25日にまたも警察に警告されています。驚くべきことに、また別の人物 C さんに対してストーカー行為をしていたのです。この時警察からは次には逮捕すると言われています。その後 A 子さんがコンビニに同僚といた際に、藤山が突然現れて、今までお世話になりましたと告げてきました。しかしその直後、お前なんて一生嫁に行けないなどと罵声を浴びせてきたのです。この出来事を英子さんは藤山の母親に連絡して伝えています。藤山は帰宅後、訪ねてもいないのに母親に対し、偶然英子さんにコンビニで会った、本当だなどと弁明してきたそうです。そして藤山の母親は残りの9万円を A 子さんに返済しています。その際に A 子さんから今後一切関わらないことなどを誓約させるという内容の念書と領収書を渡されました。それでも A 子さんは藤山の母親に対し、困ったことがあったら連絡してくれていいと優しく言ってくれたそうです。そして自分の身は自分で守らなきゃとつぶやいていたといいます。藤山の母親は A 子さんから託された念書を息子に渡しました。しかし念書を渡された藤山は逆上してきたというのです。そして何勝手なことをしているんだと叫びながら念書を破って暴れました。この時藤山の母親は実の息子ながらに恐怖を感じたといいます。その一方で藤山は頭がプツンと切れてしまい、他人に取られるくらいなら手にかけてしまおうと思い、殺してやると言って家を飛び出していきました。藤山の母親はすぐに A 子さんに電話し、家は危ないと伝えています。とはいえ本当に手にかけるとは思っていなかったため、殺してやると言っていたことは伝えていません。藤山の母親は電話の声が震えていたようで、 A 子さんから私の気持ちわかったでしょう、私も怖くて震えていると言われたと言います。そして犯行前日の5月2日の夜、藤山は仕事で使っていた包丁を見て、翌日に事件を起こそうと決意しました。事件当日となる2023年5月3日、この日当時37歳の藤山は A 子さんのアパートを3回下見しています。その合間に犯行に使用する刃物2本をインテリアショップで購入しました。そして4回目の下見で A 子さんの不在を確認したのです。藤山は滑り止めや指紋の付着を防ぐ手袋を持ち、勝手に複製した合鍵で忍び込みました。これは午後6時頃だったようで、 A 子さんが帰宅するまで約3時間ほど寝室のクローゼットに隠れたのです。その後 A 子さんが帰宅し、クローゼットを開けようとした際に飛び出して襲いかかりました。そして藤山はあろうことか A 子さんの胸や首などに何の躊躇もなく刃物を振り下ろしたのです。彼女は10箇所以上の攻撃を受けており、帰らぬ人になってしまいました。藤山は考えていた通りにできて達成感があったそうです。その後彼女のスマホを持ち出して部屋から出て行き、近くの川に合鍵を捨てています。この合鍵は後に警察の捜査で供述通りの場所から見つかりました。藤山は帰宅後、持ち出した A 子さんのスマホで男性との連絡履歴がないかチェックしたといいます。そして自らあの世に行こうと考えて試みていますが、痛みに耐えかねて断念し通報して自首したのです。とはいえ
取り調べで藤山は池シャーシャーと A 子さんからも抵抗され怪我をしたなどと嘘の話をしています。さらに後悔していないなどとも発言したそうです。こうして豚箱行きとなった藤山の裁判が始まり、初公判で間違いありませんと起訴内容を全面的に認めました。法廷では A 子さんの父親の意見陳述を弁護人が代読しており、次のように話しています。この裁判が終わっても苦しい日々は続きます。重大な事件を起こしても後悔していないと取り調べで話す犯人は人の心を持っていません。絶対に社会に復帰させてはなりません。そして藤山の母親も事件に至るまでの経緯を証言するとともに、 A 子さんは頭も良くて優しい人、自分よりも他人を優先できる人、どんな判決を受けても息子は受け入れるべきです、息子からは手紙をもらったが自分のことばかりで反省がなく失望した、今後は関わりたくないと言い切りました。そんな中、藤山は裁判で次のようにとんでもない発言をしたのです。 A 子さんを手にかけた5月3日は語呂合わせでゴミの日になるので、 A 子さんにぴったりの日だと思った、やりきった感と達成感があった。検察側は犯行は計画的で極めて強固な意思に基づく、危険極まりないもので手にかけられる理由がなかった、一人娘を失った両親の悲しみ、憔悴感、喪失感は多大だとして懲役20年を求刑しています。その一方で弁護側は犯行を認めて反省し、自ら通報して自首も成立している、今後は心療内科のカウンセリングを受ける意欲があるなどとして情状酌量を求めました。藤山は懲役20年の求刑後、次のように発言しています。私が一人を手にかけた、あまりにも身勝手な行動で多くの人に迷惑をかけた、重い刑罰を私からもお願いします。未来を奪ったことを大変申し訳なく思っています。そして2023年12月15日の判決で裁判長は、犯行は計画性が高く危険かつ残忍だ、被告は復縁が叶わないという理由で犯行に至っているが、そもそも交際が解消されたのは被害者のクレジットカードを無断で使用したことが原因で、被害者に落ち度は全くなく、その苦しみや無念は筆舌に尽くしがたい、自首が成立するが真摯な反省からとは認めがたいなどとして、求刑を1年上回る懲役21年を言い渡したのです。ストーカー気質の男が起こした本事件、今のところ藤山が控訴したという情報はありませんが、今後の行方にも注目です。被害者のご冥福をお祈りします。